オマーろ様ニゴールとは、アメリカのリアリティゲーム番組、リアリティ番組のパーソナリティである。もともとは、ドナルド・トランプの元祖アプレンティスの初回シーズンの出場者だった。後に、同番組の t v シリーズの続編セレブリティ、アプレンティス及びオールスターズに復帰した。t v ガイドのザ・ロクジュー・ナスティースと、ビランツ・オブ・オール・タイムの2013年度版に選ばれた。 ハワード大学ビジネススクールにて、エグゼクティブエデュケーションプログラム及びエグゼクティブ、MBA プログラムにて教鞭を取るから、ドナルド・トランプ大統領選出馬キャンペーンの代理人を務め、後にトランプ政権のスタッフとなったが、政権発足から1年の2018年1月で、その職を去る。オマーロサは、オハイオ州ヤングスタウンに生まれた。父親は、ジャック・トーマス・マニゴールと、 母親はテレサマリーマニンゴールト。父親はナイジェリア・デルタ州のイソコ民族の末裔だった。オマーロサには兄が二人と姉がカズトいた。カズトメの兄、ジャック・トーマス・マニンゴールト・ジュニアは2011年に殺害されている。もう一人はイフケイである。姉の名前はグレデル・イーズ・マニンゴールト。オマーロサはヤングスタウンにある霊園高校を卒業した後、 1996年、オハイオ州、ウィルバンホースのセントラル州立大学で、放送ジャーナリズム学科の学士を取得。その後、ワシントンに移り、コミュニケーション学科での修士及び博士を取得するため、ハワード大学に入学した。オマロサの父は、オマロサが7歳の時に殺害されている。オマロサは、クリントン政権時代に、後の副大統領となるアルゴアのオフィスに、 スケジュール担当として勤務した。後日、オマーロサは、大統領人事局の副参事の肩書きを得るために、この役割を不当に誇張している。ピープルの記事によれば、オマーロサは、規律を乱す、行動のために移動させられた。2009年8月、オマーロサは、巻海学博士を取得するため、オハイオ州のユナイテッド神学校に入学した。2011年2月に、 カリフォルニア州ロサンゼルスにあるウェラー、ストリートミッショナリーバプティストチャーチにて、牧師の資格を取得し、2012年2月27日に正式に除任された。同月、ペイン人学校に手学位を修了した。オマーロサが最初に人々の注目を集めたのは、実業界の大物である、ドナルド・トランプが主役の NBC のテレビ番組、アプレンティスに、 参加者として登場した2004年のことだった。オマーロサのアプレンティスでのゲーム戦略は、好戦的で、不意打ちを好み、人を不快にさせる、辛辣なものであったため、すぐにウーマン、アメリカナブドツーヘイトと呼ばれるようになり、E によって、リアリティ番組のナンバーワンバットがあると名付けられた。オマーロサ自身は、悪役のレッテルには同意しておらず、 むしろ自身を切れ者のビジネスウーマンだと考えており、男性の悪役キャラは決まって強そうに見られるが、女性の場合は否定的に捉えられると述べている。また、TV 番組のプロデューサーが彼女が悪役に見えるように映像を操作していると主張している。アプレンティスの第1シーズンへの参加後は、VH1 のザサーリアルライフの第5シーズンや、 NBC のフィアーファクターを騎士剣、エスプランクショーのガールズビヘイビングバッドリーなどを、はじめ、20以上のリアリティ TV 番組に出演している。また、複数のトークショーにもゲストで出演しており、オプラ・ウィンフリー賞での様子は物議を醸した。ウィンフリー賞では、同じアプレンティスの参加者であるエリカ・ベトリーニに対し、オマロサを N ワード、黒人の別称である、 ニガーの遠曲的表現と呼んだ、と求断したが、ベトリーにはこれを否定している。この出演の後すぐに、オマーロサはポリグラフ検査を受けることを拒否したと伝えられ、ジミー・キンメルライブ、への予定されていた出演が中止された。2008年の1月には、アプレンティスの続編であるセレブリティ・アプレンティスの第1シーズンに招かれ、元アプレンティス参加者として、 唯一復帰を果たした参加者となった。セレブリティアプレンティスではすぐにピアーズ・モーガンとの確執を起こし、チームのプロジェクトマネージャーを務めたものの最終的には第10エピソードの際に脱落させられた。モーガンの率いるチームに対するアートワークの販売チャレンジにて、トランプはアプレンティス史上最大の虐殺だとコメントした。オマロサは、 合計4万9千ドルのチャリティを売り上げた。2010年6月、オマロサとドナルド・トランプは再び協力し、ザ・アルティメット・マージャーという新たなデート番組を立ち上げた。これには、R、R&B の歌手であり、プロデューサーでもある、ALB ・シュアが参加者の一人として参加している。この番組は TV1 で放映された。2013年の2月、オマロサは、 トランプの番組セレブリティアプレンティス、オールスターズへ出演し、TV 界に復帰した。オマロサは素早くチームをまとめ上げて、ユニバーサルオーランドにフォトブースを設置するなどの仕事を成し遂げ、早々に勝利を収めた。後日談の中で、ラッパーのリルジョンに率いられていたオマロサとデニス・ロットマンのチームが負け、二人がボードルームに戻ってきた際、ロットマンが急にオマロサに噛みついた。 この口論がヒートアップしてトランプがオマロサを解雇するきっかけになった。レートナイトウィズ・ジミー・ファロンでジミー・ファロンはオマロサにピアーズ・モーガンが審査員のように振る舞ったことで番組がオマロサを陥れたと感じたかどうかを質問した。オマロサは他の参加者同様ピアーズとも競い合っていたつもりだったと答え、 モーガンの番組が一年間中止になれば最高のリベンジになると述べた。セレブリティアプレンティス、オールスターズへの出演を終えた後、オマロサは、ラトーヤ・ジャクソンに対する訴訟の準備を進めていることを発表した。オマロサの婚約者であったマイケル・クラーク・ダンカンは、オマロサによって殺害されたというような発言を、ラトーヤがセレブリティアプレンティスの残下質や、 その後のメディアインタビュー内で言ったというのが原因だった。ジャクソンに対する訴訟について、オマロサは長い間リアリティ番組に出てきたけれど、こんなに腹の立つ卑劣な発言は聞いたことがない。リアリティ番組の中でも最も不快なコメントとして記憶に残るだろう。しかし私には全てを任せられる優秀な弁護士チームがいるので、ジャクソンをうまくどうにかしてくれるだろうと述べている。 ちなみにこの事件はセレブリティアプレンティス、オールスターズのライブフィナーレエピソードの最中に起こった。しかしながら結局、訴訟を起こすことはなかった。オマールサは2000年に、アーロン・ストールワースと結婚し、性をマニゴールとストールワースに変えた。二人は2005年に別居し、その後離婚、性を元に戻したが、結局は、ファーストネームをモナニムのように使用している。 2013年の4月、オプラ・ウィンフリーのオウンネットワークの番組内のコーナー、Where are they now? の中で、オマーロサはバプティスト派の牧師になっていたことを明かし、西アフリカへ旅行した際に、個人院でエイズのために死を待つ少女と二人きりになったことが、きっかけだったと話した。オマーロサは次のように述べている。 今にも死にゆくその子の顔を、瞳を見つめているちょうどその時、私は神様からのお召しを受けたの。アメリカに戻ったら私は、リアリティ番組への出演を全部延期したわ。何もかも延期して、神学校に戻ったの。そしてこう付け加えた。私は何年もの間リアリティ番組をやってきたから、今更牧師になる資格なんてないだろうって感じてる人もいるでしょうね。 私もよくわからない。でもね、批判ばかりしてる人たちに言いたい。あなたたちは神様の力をわかっていない。神様は人生を変える力を持っているんだから。パートナーのマイケル・クラーク・ダンカン2010年8月13日、オマーロサは、ホールフーズマーケットの聖火コーナーで出会った俳優、マイケル・クラーク・ダンカンと交際していることを認めた。2012年7月、ダンカンが、 心筋拘束を起こしていることに気づいたオマロサは心肺蘇生法を試みたがこの時ダンカンがオマロサの心肺蘇生や EMS によって意識を取り戻したかどうかは分かっていないダンカンは心筋拘束から完全に回復することはなく入院して2ヶ月後の2013年9月3日に死去した2013年4月2日オマロサはウェアア e are のコーナーでダンカンが 心筋梗塞になった夜のことについて語った。普段から、ダンカンの方が先に、ベッドに入っていたというが、そんなある夜のこと、オマロサは、ダンカンの苦しそうな呼吸の音に気づいたという。それから何も聞こえなくなったのとオマロサは回想する。ダンカンが呼吸をしていないことに気づいて、オマロサは、すぐ、心臓マッサージをして、救急車を呼んだわと述べている。そして、 そのような恐ろしい混沌とした状況の中でも、オマロサは神に助けを求めた。とにかく祈ったわ。これまでにないくらい祈ったの、と述べた。パラメティックがダンカンの心臓を蘇生させ、病院へ救急搬送した。彼は戦った。二ヶ月戦ったけど、でも帰らぬ人となってしまったと彼女は語った。ありがとうございます。